男の子みたいに短かった髪を肩まで伸ばした。大嫌いだったスカートにも時々足を通すようになった。母も父も担任の先生もほっとしたような顔をして喜んだ。ああ、これが望まれた未来なんだ。ただ親友だけが、好きな人が自殺しちゃったみたい。そう、寂しげに瞳を揺らした。